シー経路。西暦1000年4月13日。非常に危険な分岐を観測した。特異点トゥーがドラゴンミハイルを捕獲した際、トゥーによるミハイルへの魔法干渉を確認。ゼロ以外がミハイルに干渉するのは前例のないケースであり、想定外の事故が発生しかねない。監視重要度を上げて経過を確認する必要があるだろう。 M4110E0020DM 記録開始。夜は快適でいいな。体中砂だらけだけど。昼間の暑さが嘘のようだ。髪の中まで砂だらけだけど。砂砂うるさいな。口の中まで砂だらけにしてやろうか。なんだあれ。くそ、なんだこれ。寒いぞ。敵の魔法攻撃のようですが、単に寒いだけではなく体力も奪うのです。またこんなの。本当に勘弁してよ。敵軍が灯している炎があります。暖を取りながら進みましょう。進め、まだまだ進んだ。サオキちゃん、これでも無事か。
寒くないのか。寒いですよ。体はその上なく疲れています。ではなぜそんなに嬉しそうなんだ。そんなの決まってんでしょ。これはプルミル。何を言ってるのかわからん。性癖をバラされないブレイトは。あのアンデッド、スピリットが取り付いておりますが、どこかに高齢魔術師がいるのでしょう。ああ、何から何まで面倒な場所だな。ですけど、私ほどのものになると岩が凍って砕けてくるな勝負っていうか。鼻水垂らして言われても説得力ないよ。しくしておけ。畜生、畜生、こんな暗い中で死ぬのは嫌だ。アンデッド、死してなお戦い続けるとは悲劇だな。そう、死んだ後もゼロみたいな歌姫に罵られ、殴られ、蹴られ、挙句切られたりできるんだよ。死んだ後までとは。寒さからは解放されますな。
うんざりだよ。体調を崩し気味なんだ。怠けてると私がもっと体調を悪くしてやるぞ。戦いますよ。ドクター、どうした？どうもしておりませんが。どうもしてなくはない。君のエンジョイパーツのフィーバーっぷりが尋常じゃないぞ。いやー、見つかってしまいましたか。いいえ、ちょっと戦闘中にみだらなことを思い出しました。集中しろよ。具合が悪そうですね。なんでみんなお子ちゃまの心配はするんだよ。ミハイルより僕の方がずっと具合悪そうだろう。キャラの違いでございましょう。ミハイルはリトより可愛げがある。負けない。すごく断然。くそ。なんかどうかも分かんないような鈍感なやつだぞ。大丈夫に決まってる。
気が済むんだ。何度も何度もふざけんな。ゼロが来た。本当か？鈍い君が珍しいの。寒い時は氷風呂に入ると逆に。黙れセント。回復するまでこの砂漠から離脱してはいかがですか？離脱は無理みたい。魔力が空間を封じているもの。この寒さも魔法が原因ですね。そこに閉じ込めておくためでしょう。そうか、魔術師全員ぶっ殺して。セシャロン。大丈夫、すぐ済ませてやるからな。いいか、このくだらない仕組みを考えた奴を皆殺しにするから。魔術師も敵兵士も歌うたいも皆殺しだ。逃げてる。地の果てまで追いかけて引き肉にしてやる。死んでから後悔するんだな。砂は関係ないんじゃ。
Yeah.
これは